この東華堂という字があると思うんですけど、この東華堂の東の字の火、うん、あ、使いです、火の字が隠れました、うん、あ、線がついてると思うんですけど、これが2メーター40ぐらいだと思います。何にも変わらなかった、具体的に一歩も何も進まなかった11年間だったということが言えると思います。さあ、様々に県も、最初は県主導でした。国の方は県が把握撤回を表明したんだから、県の方が指導すべきだということで、行われてきましたが、民主党政権になってやっぱ国が主導でやるべきだと。それはそうでしょう。一級河川球磨川の管理は国土交通省さんですから、さまざまな首長の思惑がある、八代は八代の言い分がある、隣の錦町は錦町の言い分がある。だから国交省さんもさまざまにご苦労は冴えてきたと思いますが、結果的にまとめることができなかった。この点はやはり反省をし、もう一度何を一番大切にして我々は今後の未来社会を築いていくのかということを議論しなければいけない。民主党政権がそのダム建設に反対したから、じゃあ民主党政権が悪いんだという、そういう論法はすこぶる歴史を知らない発言だと思います。なぜならば昭和41年に川辺川ダム計画ができて、平成19年20年の時代まで自民党政権だったんです。40数年にわたって川辺川ダム建設計画を、じゃあなぜ自民党政権は実施できなかったのか、本末転倒の議論ですよ。それは民主党政権のたった数年間でこれが建設ができなかったとはとても思えない。その議論に対しては、なんで昭和41年から40数年も建設しなかったんですか、それは自民党政権ですよというふうに申し上げたい。